初代ロジアン公爵の肖像画初代、ロジアン公爵ロバートカーは、イギリスの貴族。1661年までは、カー教を、同年から1675年までは、ニューボトル教をそれぞれ儀礼称号として用いた。同年から1701年までは、アンクラム伯爵を名乗った後、ロジアン公爵に助せられた。初代ロジアン伯爵とアンカートの長男として、エディンバラシャー。 ニューボトルに生まれた。その後の1651年から1657年にかけては、スコットランドを離れて、ライデン大学に学んだ後、ソミュール、アンジェ、パリを渡り歩いた。1658年に親族が、その相続をめぐって競争中の、ロクスバラ伯尺くらいの優先継承権を主張したが、不成功に終わった。また、 父のロジアン博が1661年にロクスバラ博くらいの継承権を失うと従来の儀礼称号の使用を取りやめて新たにニューボトル卿の称号を用いたその後はスコットランド辺境警備任務に従事したほか第三次英乱戦争に志願して1673年まで従軍した1675年に父よりロジアン博爵を継承した ロバートはやがて健康を害したことから、1679年の秋から翌年の夏までパリやモンペリエで静養をした。1686年に数密顧問官に就任した。彼は名誉革命を支持して、スコットランド臨時議会にも自身の議席を保持した。1689年には民事公訴院主席判事に任命されてその島で、その地位にあったほか、 ウィリアム三世より、数密顧問館に再任されている。翌年の1690年に、親族チャールズカーより、アンクラム伯爵を継承した。1692年に、国境改装会直史に就任すると国王と、国境会の板挟みとなり、翌年には体調を崩して、バースで療養する羽目となった。加えて、1695年には、ロバートを、 他の伯爵よりも、会の席次として扱うべきかの議会投票が行われるといった屈辱を味わったが、1701年にロジアン公爵に除されて、その名誉回復を果たした。また、翌年には、イングランドとの合同交渉委員となったが、1703年に合同を見ぬまま休止した。爵位は、長男ウィリアムが継承した。1675年に、 父ウィリアムカーの死去に伴って以下の借位を継承した。1690年にチャールズカーの死去に伴って以下の借位を継承した。1701年6月23日に以下の借位を新規にノブされた。1660年2月にジーン・ギャンベルと結婚して10人の子供を設けた。ロックス・バラ博借位は1616 16年創設のスコットランド貴族借位。 初代白には男子がおらず、その生前に女系子孫のウィリアムカーへの相続を指定して1650年に死去した。しかし、ウィリアムの爵位継承は1661年にまでもつれ込んだ。スコットランド議会は1661年に継承中のロクスバラ白爵位に関して、生願者ウィリアムカーへの継承を認めた。そのため、従来もいてきた。 儀礼称号をウィリアムとその一族に変換している。ありがとうございます。